はい、こんにちは。今回なんですけれども、タイトルにもある通り、日本の失われた30年について、自分の見解をですね、お話しさせていただこうと思うんですけど、というのはよくね、ネット上とか、あるいはテレビの討論番組なんか見ても、日本の失われた30年の原因は何かっていうふうに語られることってあると思うんですよ。あるいは Twitter とかね、5チャンネルとかでも何が原因かとかね、あるいはいろんな動画のコメント欄とか見ても、例えばよくあるのが、一般の方のね、意見だと、竹中平蔵が悪いって、非正規を増やしてパソナで私腹を肥やしている竹中平蔵が悪いんだっていう、竹中平蔵先生が悪いっていう、理論を言う人いらっしゃいますね。それが正しいか間違ってるか、別として、小泉純一郎政権の時の、改革が間違ってるっていう意見もありますね。その意見結構大きいですよね。あとは財務省が悪いって、財務省の緊縮財政が、あるいは消費増税が悪いって、景気が良くなってるのに、良くなってきたらすぐに消費増税をするので、それからまた景気が冷え込んでしまっての、繰り返しをしていると。そんなことよりかはもう積極財政して経済を回せばいいのに、だから財務省が悪いって、消費増税が悪いとか、あるいは日銀が悪いとか、あるいは堀江門をクビにしたから、堀江門を逮捕したから悪いんだって、ライブドア事件、あれがきっかけで、日本の IT 産業がですね、活発にならなかったんだって、出る杭を、打つっていうですね、日本のそういう風潮が良くなかったんだとか、ウィニー事件もダメだったとか、それで IT 産業でイノベーションが起こらなかった、ガーファムのような巨大なIT 産業が、日本で起こらなかったのが原因なんだ、それによってデジタル赤字を払い続けて経常収支が悪化するとかっていう感じでですね、何か一つのことに絞ってそれを叩くっていう風潮がね、すごいあると思うんですよね。なのでみんな犯人探しをして叩くっていう感じがあって、だけどもう皆さんのおっしゃってることね、すごくわかるんですけど、もちろんそれぞれ一つ一つに原因があると思うんですけど、そんな簡単な問題ではなくてですね、結局その失われた30年の原因って本当に複数のいろんな要因が絡み合って、今の良くない日本を作り出しているわけなので、それをですね、一つ一つ私の意見をですね、お話しさせていただこうと思うんですけど、まず失われた30年というのはバブル崩壊してからの30年なわけであって、まずバブルを崩壊させたのが悪いっていうのはあると思います。一つは、っていうのはバブル前っていうのは日本高度経済成長を得てですね、世界の時価総額企業ランキングなんかだとね、本当に日本の企業は上位を占めてて、素晴らしい時代がねあったわけなんですよね。今なんか時価総額ランキング見てもですね、もうアメリカとかあるいは中国の企業ばっかりで占められていて、昔のあれは何だったんだっていう感じなんですよ。で、昔は本当に日本の企業は素晴らしいって世界から絶賛されていて、っていうのは日本人っていうのはもう皆さんご存知の通り、本当に勤勉で真面目で頭もいいんですよ。 IQ 高いんですよ。世界の IQ ランキングでも結構1位取ったりとか、台湾と競っていたりとかですね、頭いいんです。で、真面目で勤勉で、しかも協調性があって、なので協調性によってですね、素晴らしい治安が維持できていると、規律正しいと、暴動も起きないし、いい国なわけなんですよ。で、本当によく働くって。で、高度経済成長期なんかは特に今の日本人よりもすごい働いてたんですよね。働きすぎとも言われてたんですけど、過労死問題とかもあったわけなんですけど、確実に今の日本人より働いていて、で、昔の日本人ってね、今の日本人と比べてですね、やっぱり思い出してもですね、あの時代って皆さんすごい仕事好きだったんですよね。当時は会社に出勤して働いてる方とか見ても、大部分が男性で、女性の社会進出って今ほどは活発になってなくて、女性は専業主婦が多くて、で、男性が外に出てガーッと働いてって言って、で、働く男がかっこいいと、で、みんな仕事好きだって、それはもちろん景気が良くて、頑張れば頑張るだけ会社の中で出世して、給料も上がって生活レベルが上がるっていうことが期待できたからと、そういうメンバーシップ型のね、雇用がうまく働いてですね、日本の
成長を支えたっていうのはあるわけなんですけど、で話戻るんですけど、バブル崩壊、なんでバブル崩壊したかっていうと、崩壊前は、まあ、日本 の企業がですね、ものすごく優秀で素晴らしい商品を安い価格で作り出して、で世界中に輸出してて、アメリカにもたくさん輸出してて、そうすると日本ものすごい貿易黒字が膨らんで、でアメリカは貿易赤字が膨らんでしまって、まあ、これはアメリカ側からすると良くないというふうに判断されて、まあそれはしょうがないです。もう日本っていうのはアメリカのですね、もう言葉悪いんだけど属国なんですよ。まあ日本中にですねアメリカ軍がいて、それによって守られてるっていう状態が続いていて、なのでですね、やっぱり弱い立場にあるので、まあ、プラザ合意っていうのが起きてしまって、まあ、その後円高になって、そうするとまあ輸出が伸びないわけであって、まあ、景気が冷え込んでいくという状況の中で、まあ、日銀がですね、金利を引き下げたわけですよね。少しでも景気を良くしようと。で、まあ、金利を下げる、金利を下げるとですね、そのやっぱり銀行がですね利益を出したいっていうことになるので、まあ、その時に、まあ、不動産融資っていうのが積極的に行われてしまったわけですよね。あとそれに加えて、まあ、株式市場が活発になったわけですね。 NTT が上場して株のブームみたいなのがあって、そうするとその当時の企業って株を発行して資金を調達するっていうシステムがですね、どんどん盛んになったので、まあ、銀行の、仕事がなくなってくるのを懸念して、だから余計に銀行がですね利益を出すために不動産融資っていうのを積極的に進めたっていう流れがありましたよね。でその時は富裕層とか企業に対して、まあ、その人たちが持っている土地を担保にお金を貸す、そうすると当時の日本ってね、土地神話っていうのがあって、まあ、日本はその土地が限られてるわけですよね。土地が狭くて、で経済もどんどん発展していくと、まあ、その中で土地の値段はひたすら上がり続ける、下がることはないみたいな変な神話、今では考えられない神話があって、で、そうするとね、土地の値段は上がるので、その上がっていく土地を担保にしてまたお金を、借りて、でさらにまた土地を買って、ってで銀行もですね、どんどん土地の値段上がるからどんどん貸して儲ければいいやっていう、ちょっとですね軽いノリ的なものが今考えるとあるっていう感じなんですよね。でそれプラス財テクブームっていうのがすごい活発になって、株や土地で大儲けしようっていう風潮になっていたわけで、まあ、全ての人がやってたわけじゃなくて、まあ、富裕層を中心にそういうことが行われていて、でさらに土地の値段が上がっていって、さらにお金を借りてって、いうことを繰り返して、株価もどんどん上がっていって、まあ、実態以上の値段になってしまったわけですよね。だけど、まあ、その時はですね、まあ、バブルってことに気づいてなくて、まあ、富裕層とか経営者が、まあ、お金がジャブジャブあるので派手にお金を使ってくれたわけですよね。でそれで実際に景気は良くなったわけですよ。で、まあ、国民もですねその恩恵を受けて、まあ、みんながみんな恩恵を受けてたわけじゃないですけど、まあ、浮かれていたっていうのは確かにあったんですけど、でもその時でもですね経済成長してましたよ。でもインフレ率はだいたい 3% ぐらいだったんですよ。でその後、まあ、これは良くないと、引き締めないといけないっていう流れになって、まあ、日銀がですね金利を上げてしまったわけですよね。まあ、インフレ率が 3% だったら引き締める必要は今考えればなかったのではないかっていうふうにあるんです。まあ、日本の風潮として、まあ、金持ちが調子に乗ってるからちょっと懲らしめてやろうみたいな気持ちもあったのかもわかんないんですけれど、なのでここでですねまずね日銀が金利を引き締めたっていうのがまず問題だったと僕は思いますね。っていうのは結局その土地とか株がですね実態以上に値段が上がっていってしまったと、これはね問題なんですよ。それは銀行が土地への過剰融資をしてたっていうのが問題であって、なので、まあ、総量規制をかけるとか、あとまあ株や土地に対してのその税制をね変えるっていうのは、まあやりすぎなければありなんですけれど、それだけじゃなくて、まあ金利をですね下げてしまって経済全体を冷え込ましてしまったと。しかも土地や株はもうバブルだったんですけど、それ以外はですね別にそんな物価とか上がってなくて、
別に景気が良くて国民がね多少浮かれてたのは別に良かったと思うんですよね。ということで経済全体が冷え込んでしまって、なおかつ、不良債権というのもたくさん日本にできてしまったわけですよね。で、不良債権処理に追われてしまって、一部の銀行は破綻してしまったりとかですね、本当にひどい状態になってしまったわけであって、その不良債権処理にも異様に時間がかかったんですよね。15年ぐらいかかったわけですね。本来だったら 2,3 年ぐらいで終わらせないといけないんですけど、なんていうかその完璧を求めるっていうか、ですね、金融の検査が不十分ではいけないと、だから時間がねかかりし、過ぎてしまったっていうのはあると思いますね。で、銀行自体がですね貸し剥がしなどもして、経営者もトラウマになってしまうんですよね。で、銀行が信用できなくなってしまうわけですよ。となると、企業としてもですね、借金して、銀行からお金を借りてね、それで新たなチャレンジをするとか、設備投資するっていうことができない。もう強烈なトラウマを植え付けてしまったんですよ。この時に、バブル崩壊の時に。それが未だに続いてるっていうのがあって、日本人って、海外の人と比べるとですね、やっぱり不安ってすごい強いんですよ。不安遺伝子っていうものを持っているので、あの時は失敗して大変なことが起きたけどね、また一からやり直そうってね、その楽観的なことができなくて、過去のトラウマにですね、ずっと縛られてしまうっていうのがあるので、このトラウマが払拭されるのは、その時の世代の人たちが全員いなくなって、もう世代が完全に入れ替わらないとなくならないのではないかなと。で、そのバブル崩壊の後でもリーマンショックがあり、新型コロナのコロナショックもあり、景気が停滞してっていうのがあって、その都度トラウマを植え付けられてしまって、非常に不安が強いっていう状態になっていると思うんですよ、今の日本人っていうのは。で、だけど企業は結局銀行からね借金できなくなってしまって、借金がしづらくなってしまったわけですよね。実際には金利はそんなに高くなくてできるんだけれど、やっぱり銀行と企業とのね信頼関係っていうのもあって、となると企業としてはですね、借金は しないんだけれど、やっぱりいいものを作ってですね、利益を出さないといけないわけですよね。となると何をするかっていうと、借金はしないで、人件費を安くして、で、物の値段を安くしてっていう、販売して、で、それを利益を出そうと、そういう方向に走ってしまったわけですよね。で、その時にその非正規労働者っていうものがですねできて、さらに人件費が下がってしまったと。となると、その非正規労働者の方ってだいたい年収200万円くらいなんですよね。最低限の暮らしはできるんだけれど、やっぱり贅沢な暮らしはできないっていう状態で、最低限の暮らし自体できないってこともねあると思います。はい。で、となると、非正規労働者の方が増えて、で、収入も少ないと。で、どんどん非正規労働者の方の比率が増えていって、国民の所得も下がっていくわけであって、となると消費者もですね貧しくなっていって、さらに値下げしないと物が売れなくなってっていうことを繰り返していって、デフレスパイラルが30年続いてしまったと。それに加えて、もちろん少子高齢化が加速して、人々の不安もですね強くなっていて、おまけに人手不足も重なってですね、ますます景気が冷え込むっていう状態になってしまったわけですよね。で、なんですけれど、その働き方改革ですよね、その時にあった。で、自分の時間を大事にしましょうと。やっぱり昔の人に比べると、今の人って仕事が苦役っていう感じになってしまったわけですよね。それは経済がね成長してた時は、給料も上がって、やりがいもあってっていうのがあったから、仕事が趣味って、仕事が楽しいって、仕事がそんなに苦痛に感じなくて働くっていう人が、今と比べると多かったんですよ。で、労働時間も長かったし、土曜日も働いてたっていう状態で、だけど過労死とか問題になって、それは良くないよってことになって、政府も働き方改革で、自分の時間を大事にしましょうと、労働時間をなるべく短くしましょうっていう方向に持って
ていったんですけれど、労働時間は短くなったんだけど生産性自体が上がってないので、やっぱり生産が下がるわけですよね。まあそれも良くないわけであって、はい、で結局その僕思うんですけど、その当時の非正規社員を、新たに作る改革の時、僕はあれはね間違いだったと思うんですよ。っていうのは前にも動画で話したんだけれど、やっぱり正規と非正規って格差があるわけですよね。っていうのは言葉悪いんだけど、非正規っていうのは会社側からするといつでも簡単に首を、まあいつでも簡単っていうわけじゃないんですけど、契約してるわけなので、正規正社員に比べると首が切りやすい、まあ、首が切れる労働者なんですよね。だけど正社員っていうのは一応その守らないといけないっていうことになっていて、まあ法律上はですね正しい解雇の仕方っていうのはあるわけなんですけど、まあ現実問題日本の社会でですね、そんなにしょっちゅう整理解雇などをねしていたら、あるいは懲戒解雇などをしていたら、やっぱり訴訟リスク、訴訟によってその企業がですねバッシングされてしまうんですね。まあ、この企業はしょっちゅう首を切ってけしからんとか、訴訟を起こされてるとか、なので企業としてはですねやっぱり訴訟リスクを避けて正社員を守るっていうところがあるんです。まあそれはですね企業によって違います。でそういう傾向があるのは主にね大企業ですね。で中小企業はですねむしろそのいじめとかパワハラとか窓際に追い込んでとか、そういうことをして、自主退職に追い込むっていう卑劣なことをやってるんですよ、ブラック企業。あ、全ての中小企業じゃないですよ、中小企業の中のブラック企業なんか、あるいは大企業でもブラックなところはそういうことをやってるかもわかんないんだけれど、まあ企業側からするとこの社員役に立たないよね、給料分の仕事をしてないよねって、仕事を全然成長しなくて、でも年功序列で給料だけ上がっていってお荷物だよねっていう社員がいるとですね、そのなかなかもう解雇っていうことができないので、嫌な仕事させたりとか、もう仕事をさせないとか、窓際に追い込むとか、精神的に追い込んで辞めさせるっていう、もう日本の恥みたいなことをしているわけなんですよね。うん。なので、それも良くないですよと。もうそういう方、本当に辞めていただくんだったら、もうしっかりと保証して、給料、辞めていただく分ための給料を保証してですね、なおかつ、あれですよね、リスキリングを促してっていうことをやって、まあ、それも政府と一緒にやって行うのが望ましいのかもわからないんだけれど、やはりそれを嫌がるっていうか、嫌がる方もたくさんいらっしゃるっていうのが現実であって、それも本当に真っ当な意見だと思います。はい、という感じで、結局正規と非正規って格差があって非常にアンフェアな構造なんですよ。アンフェアな構造になってしまったので、僕は非正規の社員を増やすんじゃなくて、基本ほぼ全てを正規社員にすべきだと思うんですよ。まあ一部のね、そのパートタイムとかそういう方を除いて、基本はほぼね全てを正規にして、同じ条件にするべきだと思うんですよね。まあ、その中で雇用の流動性を促すっていうのが大事であって、そうですよね。まあ、要はその世の中には生産性の高い企業と生産性の低い企業があって、まあ、基本的に生産性の低い企業でずっと人を雇い続けるとゾンビ企業化してですね、ますます日本の経済が停滞するので、生産性の低い企業から生産性の高い企業の方に、まあ、労働力がね移行するように、上手に雇用のね流動性をね盛んにするっていう構造を作るっていうことが大事なんですけど、今だとまあ、非正規の方はもう雇用が不安定で、なおかつ収入も少なくて、まあ、評価もされなくて辛い思いをすると。こんな不安定な立場だったらもう結婚もできないし子供作れないですよと、それが問題なわけであって、でまあそういう方をね正規労働者にしていただいて、その正規労働者の中で雇用の流動性をですね活発化させるっていうシステムになったらいいのではないかっていうのがあるので、なので私はその非正規労働者っていうシステム自体は害悪だと思っております。で中抜きされて、で派遣をしている会社はうわーで儲けてるっていうのは、これは違うんじゃないかなって思うので、なので私はもう非正規労働者をなるべく数を減らすっていう方向に持っていくべきだと思っておりますので、どうかご理解ください。
はい、という感じですね。まあ、あの低金利時代が続いたと、まあ、最近ちょっと政策金利上げようっていう方向になってるんですけど、まあ、結局低金利時代がこんだけ長く続くって世界的に見ても極めて異常な状態なんですよ。まあ、低金利政策するっていうのはいいと思うんですけど、それはあの景気が冷え込んできて、それを短期的に刺激する目的で低金利政策するのはいいと思うんですけど、まあ、これだけ長い期間続いてしまっていると、うん、まあ、それはなぜそれだけ低金利政策が続いて景気が冷え込んでるのかっていうのも今話しているのがあの原因っていうのもあるんですけれど、 今からもたくさん話すんですけれど、で低金利政策がですね長く続くとですね、やっぱりあの生産性の低い企業がですね長く生きながられてしまうわけですよ。まあ、俗に言うゾンビ企業化が進んでしまうわけですよね。でゾンビ企業っていうのは生産性が低いですよと、で低リスク低収益なんですね。でそういう会社で働いている従業員の方の給料も低いわけですよね。なので本来は企業も新陳代謝を促していって、生産性の低い企業、特にブラック企業なんかはですね、やっぱり早く倒産すべきなんですよ。もちろんそういうあの大事な、ね、中小企業を守っていくっていうことも大事なんですけど、まあ、アメリカなんかを見てると、まあ、アメリカばっかりあの見るのも良くないよってよく言われるんですけれど、まあ、アメリカで新陳代謝が盛んでですね、生産性の低い企業っていうのはどんどん潰れて、で新たな企業ができてイノベーションが起きて、でその企業が大きくなって、でたくさんの従業員を雇って高い給料を払うっていうシステムもできてるわけですよ。優秀な人たちは、まあ、ガーファムみたいな大企業で働いて給料が上がってっていうのがあるんですけど、まあ、低金利時代がずっと続いてゾンビ企業が増えるとですね、まあ、そういうことも起きないですよと。でなので国民の給料も上がらないですよっていうのも悪い原因の一つだと思いますね。なのでまあ、ゾンビ企業を保護しすぎっていうのもあると思いますね。はい、ということなんですけれど、で、あとはそうですね、まあ、財務省主導の緊縮財政が良くないよっていう人たくさんいるわけなんですけど、これはね、僕はごもっともだと思います。特に消費増税、景気が良くなってから消費増税して、また冷え込んでと。なので本当に増税するんだったら景気がもう良くなりすぎて過熱しすぎていると、ちょっと冷え込ま、あの過熱気味なものを抑えるために消費増税するぐらいだったらいいと思うんですけど、まあ、あのタイミングで消費増税するのも良くないし、まあ、そもそも財務省も日本のマスコミも、まあ、日本の借金が膨らんで次世代の人たちがその借金を返さないといけないんですよっていうですね、やっぱり嘘でたらめを吹き込んでいる、まあ、プライマリーバランス黒字化しないといけないような空気を植え付けてるんですけど、まあ、僕はですね、やっぱりインフレ目標を設定して、まあ、大体 2% ぐらいを設定して、その範囲内で適切に健全に国債を発行していくっていうのはいいと思うんですよ。日本っていうのは皆さんご存知の通り、まあ、円っていう、まあ、独自の通貨を持っていて、通貨を発行することができると。で、あの日本っていうのは、まあ、対外的にもですね、資産をたくさん持っていて裕福な国なんですよ、今のところは。なのでまあ無理してですね、緊縮財政を進めるってのも良くないし、まあ、それで不安を煽っているマスコミにも問題があると思いますね。まあ、やっぱり日本の将来暗いですよみたいな空気をマスコミ、財務省あるいは政府の一部の人間が煽ることによって、余計にですね、国民の気分が落ち込むんですよ。景気の気って気分の気なんで、こんな風にね、日本の将来暗いですよなんて言われたらですね、お金使う気なくなりますよ。で逆にあのエミンユルマズさんなんかね、まあトルコ出身なんだけれど、あの日本の景気はね、経済これから良くなりますよってね、言ってくれる方がですね、いいと思うんですよ。エミンさんとは逆のね、今後日本の経済良くならないですよっていう人もいるんですけれど、まあ、日本の経済良くなっていきますよってね、あのみんなを元気づけてくれる人もね、大事なんじゃないかなって思いますね。あとはよく言われてる、まあ、ガーファムみたいな巨大な IT 産業が生まれなかったですよと、まあ、これ本当に大きな問題であっ
って、まあ、結局日本人ってあの時ってなんか過去の成功体験にしがみついて、まあ、あんまりそのネット産業をですね新たにですね活発化していこうっていう空気がねなかったですよね。なのでネット産業を立ち上げてお金持ちになろうっていう、まあ、イノベーションを起こそうっていう若い人たちをなんとなく引きずり下ろす、お金持ちになる人をですね引きずり下ろすみたいな空気がありましたよね。まあ、これも後で話すと日本人というのはスパイト行動っていうのを起こす傾向があるので、それも要因なんですけど、なので結果的に今デジタル赤字が膨らんで、まあ、日本人が使っているプラットフォーム、 YouTube も Google の検索も Instagram も Twitter も TikTok も、まあね、ほとんどが海外のプラットフォームでしょ。 Amazon も Amazon プライム会員も Netflix も、なのでずっと上納金を払い続けないといけなくて、あのデジタル赤字額は今後もねどん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 膨らんでいくわけですよ。だってネット産業って今後もねどん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 膨らんでいくわけなので、まあこのあの時にもっとね日本人の底力を見せてですね、日本独自の IT 産業を作り出してそれを世界に輸出するぐらいのことをしていたら全然違う世の中だったろうなっていうのがあるんですけど、まあもうこれはもう取り返しつかないですよね。もうプラットフォームね世界中に広がって新たなプラットフォームを作ってそれを世界に広げるっていうのはね、まあかなり厳しいんじゃないかなと、まあ優秀な方がやってくれたら素晴らしいなと思うんですけど、でスパイト行動の話なんですけど、まあ日本人ってねスパイト行動っていうのを起こす傾向があるんですよ。これ様々なね実験データで分かってるんですけれど、スパイト行動っていうのはその自分が損してでも他人を引きずり下ろそうっていう心理なんですよ。うん、なので自分より得している人がいるってなるとその人を引きずり下ろしてやろうと、で結果的にその人を引きずり下ろしたことによって自分が損をするとか、あるいはもう全体が悪くなるっていうことになっちゃうんですよね。だけどそういうことをしてしまうっていう傾向があるんです。まあ、どっちかっていうと日本人ってねすごい規律を重んじるんですよ。だから治安が良くて、なんか一人目立ってねなんか悪いことをする人がいるとみんなで徹底的に叩いて排除するっていうのが、そういう気質があるから治安が守られて、まあ、列にもちゃんと並ぶしね、列からはみ出したりと横入りする人がいたらやっぱりそういうことはやってはいけないような空気ってすごくあるんです。日本人で空気をすごく読むっていうところがあるんです。なので自分より得してねいい思いしてる人がいたらねちょっと引きずり下ろしちゃうっていうところがあるんですよね。これがまたその海外だとですね、まあ、頑張って努力していい結果が出たらみんなでわーって褒めてあげるっていうところがあるんですよ。まあみんなそればっかりじゃなくて引きずり下ろす人もいると思うんだけど、まあ、日本人はねどうしてもねなんか目立ってる人がいると引きずり下ろすって出る杭は打たれるっていうのがあって、まあ、それがその堀江さんとかウィニー事件とかに象徴されてると思うんですけれど、でまあ、格差が広がるのを避けるっていうのがあるわけですよね。うん、ただそのガーファム級の巨大な企業を日本で起こしてくれて、 NVIDIA とかねそういうぐらいのものを起こしてくれて、その経営者がお金持ちになるんだったら僕はまあありなんじゃないかなって思ってて、結果的にそれで日本の税収が上がって雇用を生んでくれて高い給料をね従業員に払ってくれるんだったら僕はそれはありなんじゃないかなって思いますね。はい、うん、ということで、あとね日本人ってそのある程度安定してくると停滞するっていう傾向があるんですね。やっぱり過去の歴史見てても、うん、まあ、それなりに豊かでそれなりに満足しますよと。例えば今の日本見ると、まあそれはもう非正規労働者の方とかね、生活保護を受けている方とか、もう生活保護すら受けさせてもらえなくて辛い生活をしている方はねたくさんいると思うというのは存じているわけなんですけど、まあ、例えば、まあ、北朝鮮とかあのアフリカとかね、今後民主共和国とかですね、あのバングラディッシュとかですね、日本よりはるかに貧しくて、アフリカの人たちなんて明日食べるものもないよと、あとワクチンも打てなくて病気になって死んじゃいますよと、乳児死亡率もすごく高いですよと、あるいは内戦とか戦争があって殺されてしまって子供が兵士になってますよとかですね、本当にひどい国っ
ってあるわけであって、まあ、そういう国に比べれば日本って本当に豊かなんですよね。まあ、インフラも充実してて、まあ、ご飯も美味しいし、まあ、そういうひどい環境の国の人に比べれば、まあ、それなりの生活、幸せな生活って実はできてるわけであって、まあ、そういう状態が続くとですね、やっぱり日本人って停滞するんですよね、歴史見てても。まあ、例えば江戸時代とか見てても、まあ、戦国の世が終わって江戸幕府が、ね、日本の政治を行うようになってですね、まあ、それなりに戦争も大きな戦争とかもね行わなくなって安定していってと。だけどその間にですね、世界では産業革命が起きてどん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 革新的な技術が生まれて、あの軍事的にも強くなってっていうところがあったんですけど、日本はまあ鎖国を続けてたわけなんですね。まあ、江戸時代って本当に素晴らしい文化で、あのむしろ今あのいいと思うんですけど、ただやっぱり世界と戦っていかないといけないですからね。その世界の、あの近隣の国の国力が増強して軍事力がそれに伴って高くなれば侵略されてしまうとか、あのね、外交的にも不利になってしまうっていうのがあるので、やっぱり日本島国でですね、あの小さな国ではあるんですけど、まあ、それなりに大きな国でもあって、それなりに人口も抱えてるわけなんですけれど、やっぱり外国と戦っていって対等にお付き合いしていくためには国力を上げていって軍事力も上げていくっていう必要があるわけなので、やっぱり頑張らないといけないわけなんですよね。まあ、鎖国ができたらそんな素晴らしいあのことはないって思うんですけど、現実的には不可能なわけであって、そんなことしてて、ね、停滞したらですね、あの侵略されてしまうわけですからね、うん、ということであって、で日本人ってね、その江戸時代がそのなんですか、ペリーが来航してで開国して、で必死で富国強兵で日本の、ね、国力を高めていって、そしたらですね、もう列強の仲間入りをしたわけですよね。わずか数十年の間にロシアを戦争で打ち負かすぐらいになったわけなんですよね。うん、だけどやっぱりですね、日本人って過去の成功体験にしがみつくところがあって、その後また日本ちょっとあの停滞そうになって、結局敗戦してと、でもう焼け野原になってしまって、でその後また日本人は危機感を持って高度経済成長期を得て、でその後バブル崩壊して、で今に至ってまた停滞してるっていう形で、まあ安定すると停滞して、で何か危機があるとそこから危機感を持ってガーッと成長してって、でまた停滞して安定してっていうところをですね繰り返してるわけなので、まあ危機感があるとですね、日本人って頑張ると思うんですよね。うん、なのでただまあ今の それなりに平和な時代が続いてるっていうのは素晴らしいことであって、まあ例えば何かもう日本がですねぶっ壊れるようなあの危機があればですね、またそこから危機感を持って復活するっていうことも考えられるわけなんですけど、まあそれを期待するのはあんまり良くないと思いますね。あとはですね、まあ、Twitter とか見ててもですね、なんか Twitter、まあ、X って、まあ、多くの人が匿名で自分の言いたいことを発信するっていう SNS じゃないですか。まあ、世界的に見てもですね、 Twitter を一番盛んに使ってるのって日本人なんですよね。うん、で Instagram とかあるいは Facebook とかは世界では主流なんだけど、日本人はやたらね匿名であのポチ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 ね、あのいろいろ不平不満とか他人の悪口とかを書き込んで、まあ、それだけでなんか精神的に満足しちゃってる人がいるんで、日本人に合ったツールなんですよね。表だって面と向かって自分の言いたいことは言えないんですよ。日本人って内向的な気質があって、内向的遺伝子っていうのも持ってるんで。だけど面と向かってじゃなくて匿名でね顔を隠してネット上に書くのはすごい好きなんですよ。世界で一番好きなんですよね。なので現実世界で頑張って結果を出すことよりも、あの Twitter とかあるいはヤフコメとか YouTube のコメント欄とかでですね、匿名で顔も隠してあのうさばらしして、それだけで満足する人が増えちゃってるっていうのも良くないんで、まあ SNS がこれだけ盛んになるっていうのはちょっと日本人のそのパワーを落としてるんじゃないかなって僕は個人的に思いますね。
まあ、あとは日本って生産性低いじゃないですか、まあ、生産性低い要因が今まで話したことたくさん含まれてるわけなんですけど、すごく思うのはね、サービス業を見てて思うんですけど、客と店員の関係ですよね。客と店員の関係見てると日本って独自の文化で、店員より客が偉いっていう設定になってるんですよね。これがアメリカとかヨーロッパ行くと、客と店員って普通に対等な関係で、普通にタメ口で話して、すごい不愛想な店員とかもいるんだけど、全然それも気にしなくて、お金払って物買ってそれで解決っていう感じなので、そのサービスのね、質を上げないといけないんですよ、日本って。サービス業って、普通にコンビニの店員とか、あるいは配達業とか、そういった仕事で、あるいは物を売って買ってもらうとか、そういう企業でもサービスの質を上げないと、なんかすごい叩かれちゃうっていうところがあるんですよね。まあ、それは日本のいいところなんですよ。日本のおもてなし精神っていうのはそういうところにあって、まあ日本人ってね、元がシャイなので、まあ店員と客の関係を対等に、普通にタメ口みたいに、友達みたいに話すっていうことができないので、でまあそういう環境の中で物を売って企業は儲けるためには、やっぱり店側が平身低頭になって、お客様って、お客様は神様ですってやった方が伸びるんですよね。でそれが昔の日本はちょっと違ったかも分かんないんだけど、まあ、それがどんどん加速して今の状態になってるわけであって、なのでサービスの質が上がれば上がるだけ、客側もお店側にですね、どん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 ですね、要求が増えるわけですよね。ちょっと気にならないことがあったらすぐクレーム。まあ例えばですね、海外で、まあ、普通に飲食店とかでジュースとかね、頼むとね、ジュースポーンって置いてね、ジャバーってちょっとジュースがこぼれたりとかするけど、それが普通だったりとかするんですけど、例えば日本のファミレスとか喫茶店でジュースポーンと置いて、ね、ジュースがジャバって流れたら、おいおい、こぼれたじゃないか、あ、すいません、すぐお取り返しますっていう流れになるから、そーっと置かないといけないですね。で、どうぞってやんないといけない。しかもこぼれたら、またそれ片付けてテーブル拭いて、新しいの持ってこないって言って、その作業が増えるわけですよね。だから、一つの何か物を売るでも、日本だとたくさんの作業をしないといけないわけですよ、うん、付加価値を一つつけるためにもたくさん作業をしないといけないわけです。 GDP を上げるためにはたくさんの労働が必要になってしまうっていうのがあって、なのでね、日本人って例えば海外のゲーム会社がゲームを配信するときなんかは、日本に配信するのが一番最後になるんですよね。っていうのは、普通に海外の人ってレビューを書くときに、あ、素晴らしいゲームだ、楽しいって、買ってよかったってね、いいコメントをたくさんしてくれるんだけど、いいレビューしてくれるんだけど、日本人ってね、辛口レビューばっかりするんですよね。ここがダメだって、ここはつまらないとか、ここは改善の余地があるって、否定的なことを書くんです。まあその書く人も善意のもとに書いてくれる人もいるし、あるいはもう徹底的に頭ごなしに批判する人もいると思うんだけど、なのでレビューが、平均レビューが低下するのを恐れて、最後に日本に配信するとかね、そういう感じになってるわけなので、とにかく日本のサービス業、あるいは何か物を売るにしても、たくさんの作業をしないといけない。まあ、それがいいことでもあります。それによってサービスの質が上がって、おもてなしの文化が生まれて、海外からも絶賛されてるわけですよね。日本の店員さんは本当に対応が良くて、サービスが良くてって、だから私は日本を大好きですって言ってくれる人もいるわけであって、これが海外だとね、例えばレストラン行ってもね、自分の担当のね、店員さんには言えばね、持ってきてくれるけど、担当じゃない人に頼んでも、いや、私はあなたのテーブルの担当じゃないって感じなんですけど、日本だとね、店員さんいっぱいいて、どの店員さんに頼んでもなんか対応してくれるっていうところがあって、なので、まあ、それが、ジョブ型なんですよね、海外は。もう、海外のジョブ型っていうのは、私はもうこの仕事だけしますよと、この仕事をする、その対価を給料でいただきますんで、他の仕事はしませんっていうのがあるんですけど、日本人は一人の、従業員の人がね、いろんな仕事をするっていう感じになってるんで、まあ、その分生産性が下がるとか、あるいは押し付け合いをしてですね、それによって生産性が下がるとかあるわけであって、まあ、他にもいろいろ要因があるんですけれど、生産性がね、低下するとか、失われた30年の原因たくさんあるんですけど、今日はこれぐらいにしようと思います。ということでですね、
失われた30年の原因って本当にいろんな要素が複雑に絡まってるんで、これが原因だっていうのはね、ないと思いますんで、はい、っていうのが私の答えです。まあ竹中平蔵がとかね、財務省がってね、 それもあるかもわかりません、あるかもわかんないですね。人によって意見違うと思いますけど、だけど何か一つのものを悪者にしてそればっかり攻撃して、それだけ改善すれば良くなるっていう問題ではないですよっていうことが言いたくて、今回動画を上げさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。